からロッカーもうただ知ったら本当に今日の出場者はどこかな。あ、いたはい、さらっちょ医学にガラガタナシでございます。はい、今日のお悩みの方はこちらです。お名前をどうぞ。アメゴです。アメゴさんは、はい、お悩みなんですか。今もなんですけど、とにかく頭痛がひどくて、高校生ぐらいの頃からちょくちょく頭痛はあったんですけど、鎮痛剤を飲めば治まる程度だったので、痛み止めを飲んで、過ごして、で30代になって子供を産んだら頭痛がもっとひどくなって、夜眠れないぐらいにひどくなってしまって、でこれはもうおかしいと思って脳外科に行ったんですね、そしたら脳動静脈奇形っていう、頭の中に静脈が奇形だと、奇形の血管があるから、それを取れば頭痛はなくなりますよって言われて、特殊放射線を受けられる病院にわざわざ行って、放射線で治療して、もう完治しました、もう大丈夫ですって言われて、もう頭痛はなくなりますよって言われたんですけど、頭の中の痛みはなくなったんですけど、頭の表面の痛みっていうかがずっとあるんですよ、今も痛くて、だから毎日大量に朝昼晩と通常量以上の頭痛薬を鎮痛剤を飲んでるわけですね、これは大変ですねということは、話をまとめると、20代の頃から薬を飲み続けるってことですか。そうですね、だんだん量が増えていったりとかはしてます。そういうことになりますよね、じゃあ今軽いものだと効かないみたいな感じ で、静脈の奇形の治療が終わってからも飲んでるわけでしょ、自分の感覚としてはなど痛い場所は、オペ前とオペ後は変わったんですか。あ、変わりました、変わりました。脳みその奥の痛みはオペでなくなったんですよ。ただ今こめかみとか首の後ろとかずっと痛い。へえ。腰も痛くて股関節も痛くてみたいな感じで。そっちも痛いんだ。はい。腰もずっと座ってられない、同じ体勢では。あ、神経痛みたいなものですか。はい、今までそういう治療とかそういうのやってこなかったんですか。はい、最初は整形外科に行って、で整体にも行って。でまあ、脳外科で脳の治療もして、あとサプリとかもいっぱいいろんなことやったと。でも全然治らないと。治らない。今日僕のそのストレッチに来たのは何を見たのがきっかけというか。一番最初は先生の対談、米澤さん、あ、そう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 、はい、との対談動画を見て、あ、なんかこんなに真剣に考えている先生たちいらっしゃるんだと思って、金子先生もすごい一生懸命やってらっしゃるなと思って、あ、面白そうと思って。面白そう、じゃあもう今わらも使うも思いでこの YouTube に来たと、じゃあもし良くなったら何かしたいってことって何かありますか。いっぱい読みたい。へえ、今読めないんですか。読書が大好きなんですけど。大好きなんだ。はい、大好きなんですけど、目が疲れるから頭が痛くなるのか。読んでるとどうなるんですか。目が、頭が、あ、頭痛くなるのか。頭はもうキンキンしてくるし、目がしょぼしょぼになってくるし、読みたい本いっぱいあるのに。あ、読みたいですね頭が痛くて読めないと、じゃあ良くなったら、本を読みたいと。そうですね、いうことですね。読書したいです。なるほど、わかりました。じゃあやってみましょう。はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5。 OK、はい、なるほどね。じゃあ今痛みが、頭のね、痛みが100だとしましょう、これがストレッチ終わった後にいくつまで下がるかね、一つでも下がればいいですもんね。はい、わかりました、やってみましょう。お願いします。はい、口開けます。あー、あー、これだな、これだ、大丈夫。そんなに鼻だけで声出せるんですよ、人間って。あ、これ取れないのか。痛い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 。これ反対やるよ。痛くて反対やるよ。ああ芸人だろ、貴様。反対もう正しったら本当にそんな虫じゃないんだからさ、何なんそれ。おおおお、何これ、何これ、リアクション芸人の顔してるじゃねえかよ。何これ、して骨と骨の間ロッカー、何だそれ、何か練習してきただろその顔。これ見てる人はさ、あれだよね、やられたいって話じゃないですか。痛
痛いから本当に私もやられたいっていう人結構いるんで痛いからなんじゃね壊れたブザーだなあんたは夜は寝れるとか寝れないとかちゃんとどうなんですか睡眠が浅いとか浅いです2時間ごとに起きる感じ、うん、2時間ごとはいじゃあぐっすりは寝れないんですねそうですねしてうぅ鼻で吸ってよ今の何なんだなんだなんだ吐いてちょっと吐いてこれさ、靴下のサイズがもう点で分かってないんじゃない自分のこれ、うん、そうです痛い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 それ痛いとあーやめてくだあー痛い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 スタート1、2、3、4、5、6、7、8、9 OK! 10! OK! 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 痛みがさっきストレッチする前が100だとすると、はい、今は、ぶっちゃけいくつですか20ぐらいです20ぐらい、はい、あ、いいじゃないですかへえいいじゃないですか、うん、金子のちょっと柔らかめの鎮痛剤みたいな感じですねそうですね顔なんですよね顔の前完全じゃないんですけどこいつが下がってるんですよだからこいつが下がってるもんだからここが詰まってるここってここね、はいはい、ここが詰まってた結果で、うん、この後ろのここでしょ痛いのはいはいそこですはい顔面だと思いますね、はい、自分でだってこっちの左目の方が下がってる感じしませんあ、写真撮ると分かりますですよね、はい、ってことは目が下がってるんじゃなくて頭蓋骨が歪んでるんですよってなのでそれが原因じゃないかなと思う何回かやってると結構まっすぐになるんですね、はい、小頸骨っていうんですけどね、はいそこが歪んでる可能性があるので、はい、そこはあんまり病院行っても分からないんですよね、はい、小頸骨のストレッチの仕方とか僕の YouTube に出てるんで、はい、それと自分でやっていただいても大丈夫ですし、はいちょっとずつ、まあ、いきなり全部ゼロにはできないと思うけど、うん、鎮痛剤が少なくなってくるでしょ。そうですね。はい。そしたら今までにない、うん、痛みのない生活になるでしょ。はい。はい。よかったと思います。今日もこれ大成功じゃないでしょうか。はい。はい、ありがとうございました。金子と姉子でした。はい、姉子さんでした。はい、よかったです。治療家セラピストの方にお知らせです。金子ただしのようにゴッドハンドになりたい方大募集です。金子ただしがこの技術を皆さんに教えます教わりたいっていう治療家セラピストの方下の概要欄から金子たらしのインスタグラム毎日更新中フォローしていただければ金子たらしの銀座でやってるリアルなストレッチ結果が見れますぜひご覧くださいそれでは